Windows 電卓とは、Microsoft Windows に付属する電卓ソフトウェアの名称。ファイル名は、ガルクエゴゼ。すべてのバージョンの Windows に標準搭載されている。2019年3月6日に Windows 10の電卓が MIT ライセンスの下で公開された。文字通り、電卓風の UI により計算が行えるソフトウェアで、デフォルトのモードでは、 一般的な四則演算が行える。さらに関数電卓モードもあり、そちらでは関数や二進、数、八進、数、十六進数といった進む数演算などが行える。計算した結果はクリップボード経由で別のソフトウェアにペーストすることができる。Windows Vista まで大きく変化はなかったが、Windows 7で文字通りの電卓風の外観に変わり、プログラマと 統計の二つのモードが追加された。その他の機能も大幅に強化されている。なお、Windows に限らず、同様のソフトウェアは、その他のオペレーティングシステムやデスクトップ環境にも、標準で用意されていることが多い。また、複雑な計算処理を伴う場合には表、計算ソフトを利用するという方法もある。Windows 10では、UWP アプリのみの搭載となった。 ただしロングタームサービッシングブランチ版には従来のデスクトップアプリが同梱されている。2004年9月に Windows XP と Windows Server2003 用に公開されたいくつかの機能が追加された電卓である。デザインは水色を基調にしたインターフェースの数値の入力部分は付属の電卓と同じ配列だがボタンは横長の楕円型でタイトルバーとメニューバーは一体化している。 また、非アクティブ時は自動で半透明になり透けて見えるようになるのも特徴。ありがとうございます。